ただそれでチェックインしてあげて。はい。普段は3万円から5万円。3年で今日はやってます。狙ってたね。はい、はい。人の来なくなった商店街に我々がもうこういう人たち一緒に乗り込んでいって集客がかけられるようにするとかですね、中小企業としてはやはり自分たちで下請けにとどまらずですね、商品を開発して営業を自らして、まあその前段階としてブランドを作っていくと、そういったことが自分たちでできるようにしていくということですね。そういうことをこの場でみんなで情報を共有しながら勉強していく、で実践していく、そういうことになってくればいいと思います。名古屋を長年培ってきたですねエネルギーっていうのでですね、今景気が、停滞してますから、出せないでいる人たちがみんな今ここで発散してる、そんな感じでエネルギーはもう満ち溢れてると思います。それをみんなでつなぐできるので200年それあれはいいかと思います。ヌーは期間死んでるやつが実際に少なくなったから本当に宮島します。あ、はじめで、あ、いつもお世話になっております。おなかっぱで有名な、はい、宮島します。よろしくお願いします。お願いします。でもつままなくてもこの中がステレスが磨かれてるので、飛び加工がしてあるところの設置面で挟まれた毛は全てグダウンされている。でそれもっともっとやっぱ安定的な収入というのは金利用収入なんですよ。本当に、まあ、私のように若く頑張られている方もたくさんいらっしゃいますし、こんないろんなサービスを、ね、考えられてびっくりするような発見もしました。やっぱり皆さんもともとこういうものを探してこられている方たちなんで、すごいこういうものを紹介した場合とかいろいろお話を詳しく聞いてもらえるんで効果的です。こういう地域をから盛り上げていこうって言っていろんな業種が集まるような展示会といいますか、交流から始まる展示会っていうのはあまりなかったので、割と近いところでお話できて面白いなと思いました。味はね、本当に自然な味です。普段来るついでにいろいろ食べれるお店も今増えてきましたので、呼んでもらえると嬉しいです。こんだけ細いっすよ。私はい、すいません、高知出身なので、あ、そうですか。あまり、ね、こちら縁がちょっとピーマンってパプリカのお茶が